はい、こんにちは、ブルホスです。今日はブレインストーミングの話をしていこうと思います。ブレインストーミングって皆さん聞いたことありますかね？例えば、なんか付箋を用意して、で、まあ、各々好きなことを書いていって、まあ、こんなことを考えましょうみたいなテーマを決めて、それに対するアイディアを付箋にバーって書いていって、壁とか机とかにペタペタ貼りまくるみたいなね、そういうことをやってるんですけど、それって、実は、アイディアの質を下げたりとか、量を下げるっていうのに繋がってるんじゃないかっていう。で、みんながこう会議の場とかで当たり前のように、これをやると、ね、いろんなアイディアが出て非常にいいですよ、みたいなことが、まあ、当たり前のように思われてる部分があるんですけど、それが実は創造性を下げてるんじゃないかっていう、そういうお話が出てきたんで、今日話をそれをしていきたいと思います。で、会議の基本的な手法の一つですよね。個人がアイデアを出しまくって、それらを統合させていくといったものですね。まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、具体的には、できるだけアイデアを大量に出しまくるというものですね。それらをポストイット、付箋ですね、に書きまくって、で、壁や机に貼りまくっていくと。例えば、じゃあ、遊園地を経営しています。遊園地のお客様の、足をこう、たくさん稼ぐためには、来場者数を増やすためにはどうしたらいいとかっていうので、アトラクションの数を増やすとか、お土産屋さんを充実させるとか、グリーティングをしやすいようにするとか、そういういろんなものをこう、それぞれが各々思いつくのを書いて書き出して、で、ペタペタ貼っていくと。で、その際に、出てくるアイディアに関して、批判とか否定とか評価をしないようにしましょうと。うん。で、それから、ユニークで斬新なアイディア。あ、なんかそれ面白いね、みたいな。例えば、グリーティングをしている際に中に入っている人が顔を出す、みたいな。斬新、みたいなね。そういうアイディアだったら、称賛するとか。それから、いろいろ出てきた。例えば、5人でやってました。で、1人が、まあ、だいたい平均して10個くらいだって出してました。で、50個出てきたアイディアっていうのを統合させて、じゃあ結果、じゃあこの中から3つ実現させていきましょうみたいな風になって、統合させて洗練させていくと、より良いものに質を上げていくという、そういう話ですね。で、その一説にはブレインストーミングのおかげで 50% もその一人で考えるよりも創造性が高まるんじゃないかっていう風には言われているんですが、今回は逆にブレインストーミングをやることで下がっちゃいますっていう話なんですね。で、このね、僕の周りにもブレインストーミング大好きな人がいるんですけど、僕ね、ブレインストーミングが大嫌いなんで、その人に歯向かうつもりで今回の動画を上げてます。ただ、効果があるかないかっていうと、やり方次第で効果があるってクソっていう感じだったんですが、まあ今日はそのお話をしていこうと思います。で、新しい研究結果っていうところで、改めてブレインストーミングっていうの効果あるのっていうところに研究をした人がいるんですね。で、それを研究していった結果、実は効果がないんじゃねえかっていう結論になっているそうなんですよ。それはなんでかっていうと、多くの人っていうのは他人と考えるよりも個人で考えた方がオリジナリティのあるアイデアが出せるんじゃないかっていうことなんですね。さらにチームの人数、さっき5人って言いましたけど、5人って言いましたけど、10人とか15人とか30人とか50人とかなって、チームの人数が多くなっていけばいくほど、ブレインストーミングの効果下がっていくんじゃないかっていうことなんですね。で、その理由は一体何でなのっていうことを掘り下げていくと、実はこんな、まあ、3つの理由が出てきたんですね。1つ目は、批判は禁止と言いながらも、やっぱり人前でアイデアを発表するのは緊張するから、まあちょっと無難なアイデアを出した方がいいんじゃないかなっていうところですね。例えばさっきの遊園地の例で言ったら、まあ、なんだか無難なもので言ったら、まあ、売上下がっちゃうんですけど、入園料下げるとか、そんなところですね。それから2つ目に、大勢でネタを出すことで、優秀な人の優れたアイディアっていうのが、まあ、やっぱりその優秀さゆえに、その格下の人たちが理解ができないから、じゃあそういう人たちにそのアイディアというかネタのレベルとかっていうのを合わせていこうかっていうふうに、本来だったら A っていう案を採用した方が遊園地の客足は伸びて、売上も結果的に上がるし、認知度も上がっていくっていうのが分かっているのに、それは出した本には分かっているのに、あ、じゃあもうあの B さんの出すアイディアでいいよみたいな風になっちゃうと。ですね、だからネタを妥協しちゃうと。だから3つ目に、チームで働くことで一部のメンバーが努力をしなくなっちゃう。どうせあいつのアイディアが採用されるからとか、あいついっぱいアイディア出してくれるから俺たち別に出さなくていいんじゃないっていう風になっちゃうと。そういうこういった問題が有力な理由として挙げられているということなんですね。まあ、こういう結果を見てみると、確かにブレインストーミングやるっていうことはマイナスな理由になるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。じゃあそんなマイナスな理由がありながらも、ブレインストーミングを行って創造性を上げていくためにはどうしたらいいかと、創造性を上げて効果高い、質の高いアイデアを出すためにはどうしたらいいかっていう
と、やっぱりブレインストーミングで創造性を上げることができるっていうのがもう一つの結論なんですね。で、これは実験を行いまして、参加者に集まっていただいて、グループ分けをします。A 班、B 班、C 班、D 班みたいな感じで。で、その上でクリップ、もうクリップとか使う人いるのかな、まあ、ホッチキスみたいな感じですよね。紙を留める、そういうクリップの新しい使い方って他にないと、紙を留める以外なんかないっていうふうに考えさせたわけですね。その際に、あるグループには、あることをさせてからブレインストーミングをしてもらいましたと。で、それ実際何やったのかっていうと、ブレインストーミングの前に半年前くらいまでで自分自身の身に起こった恥ずかしい体験っていうのを思い出してもらったっていうことなんですね。例えば友達と喋りながら歩いてたら電柱に顔面バーンってぶつかったとか、思いっきりおーいって声をかけたら全然知らないおじさんからどうしたーってなんか返事があってて恥ずかしいみたいなね、遠くからやってくる人がすごい自分に向かって手を振ってくるから、逆に手を振り返したら実はその後ろにいる人に手を振ってただけだったみたいなね、そういう恥ずかしい体験っていうのを思い出してもらったと。で、その結果どうなったかっていうと、恥ずかしい体験を思い出してもらったグループの方がアイデアの量が 35% 増加したと。だから B グループが 100個アイデアを出したとしたら、 A グループは135個アイデアを出したみたいな、そんな感じですね。だからアイデアの柔軟性 25% 増加、まあ柔軟性ってちょっと難しいんですけど、まあ質みたいな風に考えてもらったらいいかなと思います、うん。で、これはなんでそんな風に、まあなんか結果著しくこうアップしてるじゃないですか。そうなった時になんでなのっていうと、やっぱり恥ずかしい記憶を思い出すことによって自分の中の心のガードっていうのを下げる効果があったというふうに言われています。で、流れとしては恥ずかしい記憶をまず思い出しますと。で、そうすると、いや、なんか自分って別に大したことないなと、なんかね、見栄とかプライドとか張るようなこととかないから、もう弱くなって低くなってと。で、そうするとアイデアを出す際に自分の考えを思い切りバッと出すっていうことに対しての抵抗感っていうのが弱まっていくんで、ブレインストーミングの効果がアップと。自分が各々出したいアイデアっていうのを思いつく限りバーって書いてた、これお得だよね、これやった方がいいよねっていう風にたどり着くという、そういう話なんですね。で、今回の話をそうやって総括していくと、ブレインストーミングをただじゃあやってください、やりましょうってやっちゃうんじゃ意味がないと。だから行う前に自虐ネタを行うといいみたいな、恥ずかしいこととか笑い話とかっていうのを思い出してみましょうと。で、チームでアイデアを出すことが会議とかミーティングとかで当たり前に、会議やミーティングで当たり前になっている皆さんが所属する会社とか学校とか部活にいるのであれば、恥ずかしいこととか笑い話っていうのを思い出してみることで創造性がぐんと上がるということなので、その別にブレインストーミングをやるためにってわけじゃないですけど、ガンガンいろんな体験をしてみるのはありなんじゃないかなっていうふうに思います。ただこれっていうのは個人でアイデアを考える際には別に恥ずかしい体験とか笑い話を思い出してみるってことは関係ないので注意をしてみていただけたらと思います。ただ、まあ、プラスアルファで言うと、ブレインストーミング以外でいくと、例えばなんか自分自身の、考えとかっていうのを、例えばそうですね、 SNS で発表してみたりとか、本を書いてみたりとか、ブログで書いてみたりとか、ホームページに上げてみたりとかっていう時に、自分のその考えとかアイディアとかっていうのは、なんか他人、その世界各地の人たちから見たら全然大したことがないとか、こんなことを出したら恥ずかしいというか笑われるんじゃないかっていうような、そんな風にしていろいろといいアイディアを持っているのになかなか世に出すことができないっていう方がいたとしたら、それに関しては恥ずかしいこととか笑い話とかっていうのを思い出してみたら、いや、こんな自分ちょっとみっともない思いをしたとか、こんな笑われるようなことをやった過去があるくらいなんだから、別に全世界の人に今から自分が本気でやろうと思っていることをバンと世の中に出したことで、なんか笑われるとかそんなのへでもないなって思って、やってみるっていうのは非常にありかなというふうには思います。不特定多数の人たちに自分のアイデアを個人で出すってなった時なんかには、こういった恥ずかしいこと、笑い話っていうのを思い出すっていうのはありじゃないかなっていうふうに思ったりします。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。